よし行こう。さてさて、どうもはこんばんにちは、ナビカです。本日も動画のご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日のこの動画は前回に引き続き青山のおしゃれなショップベスト8ということでね、僕が個人的におすすめする青山のおすすめのセレクトショップからカフェなどなどいろいろなお店を8個厳選してまとめてみましたので、皆様にご紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。オープニングスタート。よいしょ。さてね、ということで始まりました今日のこの動画はね、センスが良くなる青山のおすすめショップ8選ということでね、インスタグラムでもこちら記事作ったところ2000件ぐらい今保存されていまして、前回作った中目黒のおすすめショップ5選なんかは3000件ぐらいね保存されてるんですよ。なので皆さんやっぱりショップ紹介ってね気になる方多いのかなと思いまして、今回この青山ショップ紹介をね作りました。記事はねこんな感じなんですけども、これももう2000保存ぐらいされて、これだけでフォロワーが200人ぐらい増えてますね。ということでね、早速始めていきたいと思います。今回この動画ではルートとかもね一緒に最後にマップを紹介しておりまして、このいう風に行くと回りやすいですよってルートまで作りましたので、最後までね動画の方をご視聴いただけますと幸いでございます。ということで、本日はねおしゃれな人が通っている青山のおすすめショップ8選ということで早速やっていきましょう。ではね、まず1つ目はブルーム&ブランチでございます。こちらはですね取り扱っているブランドは自社のハウスブランドのフランネルっていうブランドを中心に、あとはコモリ、キャプテンサンシャイン、あとは自社のブランドの生地とかね、そのようなねプロダクトをたくさん扱っているセレクトショップでございます。年代はね20代後半から30代ぐらいの良質なプロダクトを取り扱うようなライフスタイルショップといったお店でございます。洋服だけじゃなくて、食器や器だったりとか生活に携わるセンスのいいアイテムを取り扱っている、そんなねお店でございます。僕個人的にブルーム&ブランチさんはすごい好きで、新宿のニューマンにもございまして、ニューマンの方がオーラリー、コモリもそっちに入ってたかな、ニードルズとかも入ってたりとか、青山のお店と新宿のお店で取り扱うブランドが微妙に違うんですけれども、とてもセンスのいい青山のショップなので、ぜひね知らない方は行ってみてください。僕は青山に行ったら、必ずと言っていいほど行くお店でございます。ではね、続いて2つ目のショップはコビコーヒー青山店でございます。こちらのコビコーヒーはですねブルーム&ブランチの中に位置する、併設してねショップがあるんですけれども、ブルーム&ブランチの入り口入ってすぐにあるコーヒーショップでございます。こちらのねコビコーヒーはですね純喫茶の精神性とネルドリップを今に焼き直し表現する、そんなコーヒーショップでございます。すごいねこうちょっとやや入りがたい高貴なねショップの作りなので、なかなか行きづらい部分もあるんですけども、夏場はねかき氷とかもやっていて、それがとてもすごい美味しいので、デートの途中でほっと一息つきたい人なんかにはおすすめのコーヒー屋さんでございます。はい、ではね早速3つ目はですね、そのブルーム&ブランチからずっと奥に行ったところにあるオーラリーの本店でございます。こちらオーラリーのね初の直営店なんですけども、今オーラリーの直営店はこの青山店のみで、あとはセレクトショップに卸して販売しているようなねものになってるんですけども、こちらのお店は何といってもねオーラリーのアイテムがもう全て揃っておりまして、ものによっては早めに売り切ってしまうものもあるんですけども、早めにね行くことでコレクションアイテムを全部チェックできる、そんなねショップでございます。内装もすごいねクリーンなイメージで、とてもおしゃれでスタイリッシュなお店でございます。なかなか青山のかなり一番上の方ですね、遠い位置に位置しているので、僕もたまに行くの諦めちゃう時もあるんですけども、オーラリーのアイテム見たい時は必ず行く、そんなショップでございます。はい、それではね続いて4つ目はですね小森青山店でございます。こちらのね小森の直営店になりまして、去年の9月にオープンしたてのショップでございます。皆さんね、僕のお客様も多く小森着てる方多いんですけれども、結構小森のショップの場所わからないっていう人多いので、なんて言ったらいいんだろうな、オーラリーの方からこう回ってくるとね、分かりやすいですね。幼児山本の方を通ってきて、とある建物の2階に位置するので少し分かりづらいんですけども、行ってみるとすごいね、もう内装がストイックな、もうコンクリートにカウンターだけドーンとあるようなね、ストイックでミニマムな、小森さんの精神がすごい表現された、そんなショップでございます。こちらもね、小森のコレクションのアイテムが全て揃っているので、シーズンがね始まってすぐに行けばある程度全てのアイテムが見れるんじゃないかなと思います。ホームページの方をチェックしていれば、入荷アイテムとかも紹介されているので、小森のアイテムを全て見たいっていう人にはとてもねおすすめなショップでございます。内装もかっこいいんでね、行ってないという方は是非ね行ってみてください。それではね、続いて5つ目はですね、カフェキツネでございます。こちらね、フランスのキツネメゾンが手掛ける、カフェキツネになるんですけども、キツネというブランドの手掛けるカフェですね。こちらは去年にリニューアルオープンをしまして、もう内装がめちゃくちゃかっこいいんですよね。結構日本の精神性とモダンなデザインを組み合わせたようなジャパニーズモダンといった内装なんですけれども、日本の素材、土とかあとは畳とか、木の素材と、あとは真鍮だったり鉄、そのようなね、なんか素材感をすごいこだわって厳選している、そんな内装で作られたちょっとラグジュアリー感のあるカフェでございます。なのでね、一人で行くことも多いんですけれども、女性とデートで使うのにも非常におすすめのカフェでございます。コーヒーがすごいね美味しいので、ショッピングのね途中で息抜きで使ってもいいですし、彼女さんとデートの時に行っても女性にもとても喜ばれるカフェなんじゃないかなと思います。はい、それではね、6つ目ですね。6つ目は H ビューティー&ユースでございます。こちら青山にショッピング行く人はね、もうほぼ知ってる方多いと思うんですけども、何をね今更ということなんですけども、 H ビューティー&ユース知らない方は是非ね行ってみていただきたいショップです。こちらはですね、東京大人なクールな服をテーマに、シティマン&ウーマンというコンセプトで、すごいね大人なハイエンドで上質なものを集めた、そんなセレクトショップでございます。ビューティー&ユースっていうのは渋谷とかにもあるんですけども、そういったものよりもワンランク上のものを取り扱っている、そんなセレクトショップですね。僕がね個人的によく見るのは、オーラリーとキャプテンサンシャインのアイテムなどを見るんですけども、あとはこちらの有名なのは H ビューティー&ユースのオリジナルの商品がすごい質のいいアイテムが揃っていて、あとは地下には古着のコーナーがあったり、ピザスライスっていうピザ屋さんがね、代官山のピザ屋さんが入っていたりするので、こちらのショッピングをしてお腹が空いた時にはピザスライスでピザを食べると、そんなねこうシティボーイのねそんなショップでございます。あとはアウトドアのねパタゴニアとかも置いてあったかな。アウトドア製品も少し取り扱ってたり、スニーカーの種類もすごい多いので、青山に行く際はとてもおすすめのショップでございます。では続いてね、7つ目のショップは東屋マンという和菓子屋さんでございます。こちらはですね、東屋という和菓子屋さんがあるんですけども、それの手掛ける、小さいねショップですね。羊羹、まんじゅう、カステラ、もなかといったそういったね和菓子を取り扱っている、食べる場所とかはないのでテイクアウトで買うような感じになるんですけども、9月までやっている夏限定のアイスもなかというのが絶品なので、食べたことない人はぜひね行ってみてください。スーパー A マーケット斜め向かいにございます。ギャルソンの反対側ですね。それではねラストいきましょう。8つ目のおすすめショップは正蔵コーヒー青山店でございます。こちらコーヒー店2つ目なんですけれども、栃木県の那須塩原にある正蔵コーヒーという店舗の、東京の店舗になっております。こちらね、すごい小さな、ショップになりまして、コミューンっていうね、なんていうんだろうな、屋台じゃないんだけど、いろんな店舗がいっぱい複合施設がございまして、そこの一番端っこに位置する、正蔵コーヒーですね。こちら僕は初めてキャンプに行く時に豆を買ったお店なんですけども、風のブレンドというね、風のようなブレンドのコーヒーをね初めて豆で買ったのが思い出深いショップになりまして、結構ねコーヒーが好きでお豆をそこに買いに行くって人も多いぐらい人気の正蔵コーヒー、カフェラテとかもねすごい美味しいので、ぜひねこれはショッピングの途中、デートの途中などに立ち寄りたいコーヒーショップでございます。まあ、近くにねドゥーボトルコーヒーとかコーヒー屋さんっていうのはいくつもあるんですけども、まあ、中でもなんかすごいナチュラルでスタッフの方がねいっぱいいっぱい丁寧に入れたコーヒーやカフェラテなどがねとても美味しい疲れた体を癒してくれるそんなコーヒーショップでございます。はい、いかがだったでしょうか。ということで足早にまた行ってしまったんですけども、今回、8つのおすすめショップのご紹介でした。こちらのねマップのルートの方を今載せていきます。こんな感じですね。まあ、行き方はこんな感じで表参道駅からスタートしまして、まあ、H ビューティー&ユースの方から行ってもいいんですけども、まあ、逆側のこのブルーム&ブランチの方からスタートしましてコビコーヒー、そしてずーっと上に行くとオーラリーですね。まあ、その手前に 1LDK 青山ホテルっていうお店もいいお店あるんですけど、まあ、今回はちょっと紹介できなかったのでオーラリー行きまして小森に行ってそのまま下がってってキツネカフェ、そして H ビューティー&ユース、そして東屋マン行ってからの肖像コーヒー、そのような感じでございます。でショップのねかなりもっと青山っていっぱいショップがあるのでカラーの本店だったりとかスーパー A マーケット、あとはスーパー A マーケットのセールがやっているスーパードットマーケットとか、あとはレショップさんとかもねありまして、まあ、いろんなショップまだまだありますので、このようなおしゃれショップ紹介の動画を今後も作っていきたいと思いますので、ショッピングの参考にしたい方はぜひぜひチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いいたします。それではねまた次の動画でもお会いしましょう。それではアリー。